ブリエの YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。本日はエルメスの定番アイテムの一つ、バーキンゴールドの魅力に迫ります。シルバー金具とゴールド金具、どちらが人気ですか、などお客様からよく聞かれる疑問にもお答えいたしますので、ぜひ最後までご覧ください。バーキンのゴールドはロワールやエトゥープと並んで人気の高い定番色です。ゴールドはニュートラルなブラウンカラーで、ビジネスシーンやオケージョンシーン、カジュアルなお洋服にも合わせやすいので、ファーストエルメスとして選ばれる方もとっても多いお色味です。ここからはお客様からのご質問も多い内容量について見ていきましょう。普段持ち歩くものをいろいろご用意してみました。実際にバッグに入れてサイズ感を確認してみたいと思います。必ず持ち歩くスマートフォンは内側のオープンポケットに入れます。続いてカードケースをファスナーポケットに入れます。キーケースはそのまま中へしまいます。長財布は幅がギリギリなので、お使いのアイテムによっては斜めにしないと入らないかもしれません。出し入れのしやすさを考えたらミニウォレットにした方が良さそうです。 500ml のペットボトルは入りませんが、 330ml なら入りました。最後にハンカチを入れると内容量はこのような感じになります。バーキンは25と30のどちらも人気が高いサイズですが、普段使いにはバーキン25の内容量があれば十分な印象です。続いて身長に対してのバッグの見え方の違いも比べてみました。バーキン25を身長が高めのスタッフが持つとこのような感じです。コンパクトなサイズ感がより際立ち、ミニバッグのような雰囲気でもお使いいただけます。続いて身長が低めのスタッフが持つとこのような見え方です。手に持って下に下ろしてもバッグの位置が下がりすぎず、小柄な方にとってもバランスの良いサイズ感です。それぞれの見え方を比べるとこのような感じです。バッグのサイズが同じでも持つ人の身長によって印象が変わることがお分かりいただけるかと思います。もともとバーキン30を目的にご来店されたお客様が、実際に手にしてみたら自分の使い方や身長には25の方がいいとバーキン25をお求めいただくことも、またその逆もあります。続いてよくいただくご質問といたしましては、ゴールド金具とシルバー金具どちらの方が人気が高いですか、というご質問です。こちらもお客様の雰囲気ですとか、お好みによっておすすめしたい内容が変わってまいりますので、一口にご説明することが難しい内容ではあります。ゴールドというカラー自体が温かみのある色味ですので、暖色系のゴールド金具を合わせるとバッグ全体が統一感のあるカラーバランスになります。またゴールド金具が華やかな印象になるので、シルバー金具に比べると高級感がある印象です。対してシルバー金具はシンプルな輝きで、ビジネスバッグやオケージョンシーンにも目立ちすぎずに使いやすいというご意見も多くいただきます。ゴールド金具の可愛らしさに一目惚れをして購入したけれども、その後シルバー金具の方が結局使いやすいシーンが多かったというところで、シルバー金具も買いましたというお客様のお声もいただきますので、お客様がご使用いただくシーンを具体的に想像していただいて、どちらがいいかお決めいただくことをお勧めしています。では最後に、バーキンゴールド定番すぎて人と被ってしまったり、面白みがないですか、というご質問もいただきますが、こちらのご質問にはいつも自信を持ってお答えさせていただいております。そんなことはありません。定番アイテムでもバッグのシルエットを変えていただいたり、ツイリーやチャームを飾っていただくことでガラリと印象を変えていただくことができますので、ご自身ならではのファッションで合わせていただくことができます。それではいくつかおすすめのバリエーションをご紹介させていただきます。まずはバッグ自体のシルエットや持ち方を変えていただく方法です。パターン1はフラップとクロワをターンロックに通した正統派な持ち方です。ターンロックに嘉手納を取り付けてもいいのですが、開閉のたびに嘉手納を外す必要が出てくるので、使い勝手を考えるとクロシェットに嘉手納をつけてハンドルにチャームのようにつける方法がおすすめです。続いて少しカジュアルダウンさせた持ち方です。フラップを閉じてクロワを片方だけターンロックに通す方法です。アシンメトリーなルックスでおしゃれ度が増す持ち方です。
最後にフラップをコンパートメントに入れ込んでトートバッグのように持つ方法をご紹介します。ワーキンユーザーのほとんどがこの持ち方なのではないかというくらいこのスタイルでお使いいただいている方が多く、こなれた雰囲気が演出できて使いやすさも抜群の持ち方です。この持ち方はバッグのサイドを内側に入れ込むか外側に引き出すかによって幅も変えることができるので、カジュアルにお使いいただきたい方におすすめです。続いてバッグにツイリーやチャームを飾ってオリジナリティを発揮していただく方法をご紹介いたします。ツイリーは本当にたくさんのバリエーションがありますので、どのデザインを合わせていただくかによってカジュアルにもフェミニンにも自在に雰囲気を変えることができます。例えばこちらのシックなネイビーのツイリーを合わせると、カジュアルなイメージのゴールドがぐっと大人っぽい雰囲気になります。ツイリーを半分に折ってからハンドルの中央を合わせてくるくると巻きつけていくだけなので簡単です。ブルーデニムに T シャツというシンプルでカジュアルなコーデにツイリーを巻いたバーキンをプラスすると、一気に大人のカジュアルスタイルに変わります。フェミニンなコーデには柔らかなパステルカラーにオレンジの差し色が可愛らしいこちらのツイリーがおすすめです。レディーな気分も高まり、お出かけが一層楽しくなります。難しいことなしで手軽に雰囲気を変えたいという方にはチャームがおすすめです。大人気のロデオペガサスもソーブラックをチョイスするとクールな雰囲気になります。クールにしたいけれど季節感も大事という方にはタツノオトシゴの形のチャームはいかがでしょうか。海を連想させるファニーな形がとってもおしゃれです。ちょっと色味を変えたいという方には目が覚めるようなピンク、ローズリップスティックのケリーツイリーチャームがおすすめです。最後に定番アイテムに見えて実は特別なアイテム、バーキン30 3-in-1 をご紹介いたします。こちらのバッグ、実は私が一番欲しいバーキンゴールドなんです。何がそんなに特別なのかというと、とにかく使い勝手がいいんです。一見普通のバーキン30に見えるのですが、フラップ部分がバックインバックになっていて取り外すことができるのです。先ほどバーキンを購入したけれど使いやすさを優先して特徴的なフラップ部分を内側に入れて使っている方が多いとご説明しました。もちろんこの持ち方も素敵ですが、せっかくならアイコニックなデザインを楽しみたい方も多くいらっしゃるはず。この 3-in-1 はフラップを閉じたままの状態でメインコンパートメントの荷物の出し入れができるので、デザインと使いやすさを両立させたまさに夢のバーキンなのです。すぐに取り出したいハンカチやペットボトルはメインコンパートメントに、キーケースやカードケースなどバッグの中で見失いたくないものはバックインバッグでしっかりと守るというように、荷物を分けられるのも使いやすさのポイントです。いかがでしたでしょうか。円安の影響で新品、ユーズド品ともに今ある在庫が売り切れてしまうと、次回の入荷分はお値段が上がることが予想されます。いつ買うのがお得ですかというご質問もよくいただきますが、なるべく早くご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。定番アイテムのバーキンゴールドを選ぶ時のご参考になりましたら嬉しいです。以前の動画は概要欄の再生リストからチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。